それじゃ自己紹介してもらおうか。名前と夢とか、まそんなのだ。名は内葉佐助。嫌いなものならたくさんあるが、好きなものは別にない。それから夢なんて言葉で終わらす気はないが、野望は一族の復興とある男を必ず殺すことだ。お前は弱い。サスケ、一つ気になることがあるんですが。何？なぜ彼はサスケ君のことをあんなにまで。ナルトはサスケ君のことを兄弟みたいに思ってるから。あなたにも大切な人っているでしょ。だったらその気持ち少しはわからない？いや、全く。え？僕にも兄と呼べる人がいたけど、その人が死んだ時、僕は何も感じなかった。それどころか、一体どういう顔を作ればよいのか、それ…それじゃあ、まる…そう。僕には感情ってものがないんだよ。サイ。ヤマト隊長、休憩はもういいだろ。ああ、そうだね。さあ、僕らも行きましょうか。サイ。何です？私、あんたがサスケ君の悪口を言うたびに殴ってやろうと何度も思った。でもそうしなかったのは、ナルトがサスケ君を救うためなら、サスケ君をバカにするあんたとでも組むって言ったからよ。あんたがどんなやつだろうと、サスケ君を救うためなら、あんたを傷つけるわけにはいかないから。さくらさん、君はナルト君に、優しいっていうのかな、こういうの。どうしてそんな感情が湧いてくるのか、僕にはわかりませんが。何やってんだよ、早く行こうぜ、さくらちゃん。ここが天地橋。さて、ここからが任務本番だ。おっす。よし、それじゃあナルトたちは物陰に隠れていてくれ。まずは僕がサソリに変化して情報を引き出してみる。緊急の際は僕が合図を送るから、その時は一斉に出てきて援護を頼む。わかりました。そろそろか。お久しぶりです、サソリ様。こいつは5年ぶりですね。薬師カブト、こいつが暁のスパイだったのか。尾行は大丈夫です。ただあまり時間をかけるわけにはいきませんが。では手短に聞こう。オロチマルのアジトの場所と内葉サスケの情報をくれ。
アジトはいくつもあって、居場所がバレぬよう一定期間ごとに各所を転々と移動しています。今はここから北にあるアジトに潜伏していて、そこに内葉佐助もいます。そうか。では次は僕がいただく番ですね。すぐに例のものを渡してください。僕もこれ以上ゆっくりはしていられません。あなたとこうしていることがオロチマルにバレたら、僕は消されてしまう。分かった。限界だな。もうここら辺でやるしかない。面白そうな話ね。私も会話に混ぜてもらえるかしら。オロチマル。その装束、懐かしいわね、サソリ。兜をつけてきたのか。何、少し礼を言おうと思ってね。あなたが送り込んでくれたその子、すごく重宝したわ。まずいな。これ以上は迂闊な行動はできない。僕がオロチマルを引きつけます。サソリ様はその援護を。カブトがオロチマルを引きつけている間に一度距離を取るか。バカな、バレていたのか。最初からバレバレなんだ。どういうことだ。カブト、お前は暁のスパイのはず。僕がいつまでもあいつのスパイでいるとでも。オロチマルの術に落ちたか。いや違うな。僕はただオロチマル様のお考えに共感しただけさ。己の意志だ。さて、そろそろ後ろにいる子ネズミ3匹こ、全てお見通しってわけか。また君か。幾度か見た顔ね。キュービの子もいるみたいだし。サスケを返せ。返せはないだろう、ナルト君。ずれてるよ、それ。サスケ君は望んで我々の元へ来たの。引きずりすぎだよ、おと。てめえ。サスケ君のことが知りたいなら、力ずくで私から聞き出してみなさい。できればだけど。持ち上がれ、ナルト。おっと、ここから先へは行かせないよ。カブト、あんた。オロチマル様はナルト君と遊びたがっている。邪魔をしたらすぐに消される。いや、ちょっと違うか。あの二人の戦いに僕らが入り込む隙なんてないというのが正しいの。
少し遊んであげる。サスケよ、返しやがれ。サスケくんと寝かし。少し痛すぎるみたいね。てめえは俺が。遊びは終わりよ。これでどう。その程度、私のサスケくん以下ね。俺の前で自分のものみてえにサスケの名を口にすんじゃねえ。勝負。
でいい。お前の心をわしに預けろ。さあ、わしとお前の力を見せつけてやれ。